これもう時間との勝負だからね。前はここの部屋に来ても、ただ懐中電灯が置いてあるだけで、で、その懐中電灯拾うと暗くなって、あと、得体の知れない？もう何かが。おー、ぬか。あ、かわいい。超見てる。あ、かわいい。どうしてもなんかこう、写真立ての裏に何かあるんじゃないかって。ここに、ダブルベッドなんだよな。まずはこれ。お誕生日おめでとう。新しい仕事にはもう慣れた？忙しいのに時間作ってくれてありがとう。いつもの場所で待ってるわ。うわぁ。これ前回も同じだったっけ？ついこの間やったばっかしなんだけど、全く覚えてない。うわ、怖。え、これで終わりじゃないよね。なんかアップデートで、バスルームだけじゃなくなったからアップデートしました的な感じで、作者の方がね、書いてあったんだけど、これ、ポンって、あ、できた。うわー、また！怖いっす。ほら、出たよ。これどうすればいいんだよ。あ、怖え。ああ、いけない。ここか？え？いけないよ。ここ？いけないいけないいけない。怖いっす。しゃがんでいく？誕生日なんか、この廊下自体何かあるかもしれない。鍵おるじゃん。借り取ったら来るんだろ？どっか開くね。開くとしたらここか？ここか？うわ、いった、怖い。汗が、尋常じゃなくやばいんだけど。うわ、え、なに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 ？え？え、怒る。夢を見ていた。怒る、怒る。怒るっていいね。暗い、暗い。あ、いいね。トイレするか。でも意外とトイレって怖い。トイレは何もなさそう。え、さっきの、得体の知れない何者かに当たってよかったの？うわ、怖い。電気は？電気は？あったあったあった。あ、これ電気じゃない？何これ？夜間？電気どこっすか？怖い。え、ここ電気ないの？あるじゃないですか。え、時間、なんか夜中じゃないの。1時50分ぐらい。ああ、怖い。でもなんか、時間に責められてる？ 責められてる？迫られてる感じはしないね。ゆっくり探索できそう。包丁だ。ナイフだぞ。来たらぶっ殺す。怖い。チン。ただまだわかんないんだよね、謎が。あ、こっちの部屋あるじゃん、普通に。うわ、怖旦、ちょっと動画止めよう。こっちが怪しいよね。多分こっちが進むパターン、あ、なんかある。違うか。これ何これ？ メタルスライムのメタル枝みたいな。え、クッションはいらないっしょ。こういうの、なんか一つ一つ調べたいけど、多分違うんだろうな。あ、なんかあるね、もう。これ。
寝室に置いた箱の鍵なくしちゃったのあなた知らない。知りません。朝食の準備をしているときに落としてしまったみたい。来た。寝室に置いたあれ、あ、美味しそう。うわ、美味しそう。うわ、すげえリアル。なんでネスカフェが。あ、あ、なんか俺今一緒。筒、なんか穴開いてるのかな。朝食だ。朝食の準備。鍵？すっごいなんか眩しいんだよね。消す？ライトすっげえ眩しい。あ、ここもあるじゃん。あるか？あ、全部開ける。あ、いい、ない。ここだけ開かないのがすっげえ気になる。お、なんだ？おっと！来た！けど怖え。で、来るんでしょ、どうせ。わかってんだよ。ほら、来た。どこの鍵？どこの鍵？すげえ怖え。どこだよ。ここ違うでしょ。うわー、怖くなかったけど。え、あら、お、どこどこどこ、なんか書いてある。近くで音を立てるな。目は見ないようだが、目は見えないようだが、音に敏感だし、目の前にいても慌てず待とう。よっと。だから音を立てないで、ダメだな。音を立てたらダメなんだ。目の前にいても、で、どこに行くの？あ、かくれんぼ的な？鬼ごっこ的な？でも、どこに行くんだろう？ダメだ。目を見ちゃいけない。しゃがんでる。そういえばなんかこの前の前ぐらいの部屋のとこでなんか慌てるなとか目を、おー、ビビった。見なければいいよ的な。あ、もしかしてここで隠れられる。隠れられるんじゃない、ここも。っていう、ちょっと、青鬼的な。うわー、来そう。下を見とこう。あれ、あー、ダメだね。あそこにいるね。ってどうすればいいんだろう。
あ、ここ開けないといけないか。来る？あ、なんか来てる。真後ろにいるね。こう、こうはどう？あー、電気消さない方がいいかな。あー、来てる。そういうこと？あ、行ったね。やば。ゆっくり行って。で、どこ行くんだ？あ、で、これ取るのか。来てる。あ、どっち行ってるかだけ。あ、来てるね。あ、行ったんじゃね？右。あ、ダッシュダッシュ。どこ？多分一番奥だろう。押しちゃ。完全に巻いた？お！体験版なんだね、やっぱりこれは。あくまでも。やった。何回やったんだ。いや、面白かった。てか怖すぎる。ということで今回はこれで終わりたいと思います。もしかしたらね、またいつかアップデートあるかもしんないんで。去年の2016年に何月かちょっと忘れたけど公開されて、だからもう多分1年は経ってるのかな。もしかしたらまたアップデートとかあったりとか、それこそ今体験版って言われてるから製品版になるのはまた1年後とかになるかもしれないけど、その時になったらまたやってみたいと思います。では。